土井一の進土井一の進から1949年3月18日は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍少将、山口県阿部軍萩町長、長州藩士、土井の木の長男として生まれる。陸軍士官学校4年生徒を経て、1889年7月、陸士を卒業して、不評少尉に任官し不評を第9連帯付けとなる。 1896年11月、台湾総督府軍務局会員に就任。1897年11月、台湾補給省勤務に転じ。1900年1月、復讐に、私費留学した。同年8月、参謀本部付として、アモイに駐在。不評第9連隊中隊を経て、1902年12月、陸軍と山学校を卒業。 1903年12月、参謀本部付として、新国に派遣され、1904年1月から同年5月に、かけて僧侶に変装して、両用で情報収集を行った。同年4月、その功績により、個人勘定を授与された。同年7月、満州軍司令部付となり、同年10月、不評少佐に昇進し、満州で、諜報活動に従事した。 1905年10月、不評第9連帯付となり、1907年11月、北京中東不評隊長に転じた。1909年6月、不評中佐に進み、同年12月、この絵不評第3連帯付となる。1912年2月、参謀本部付として、復讐に駐在し、同年5月に帰国。1912年9月、 北京中東不評隊長に再任され、1913年8月、不評大佐に昇進し、府標第52連隊長に就任。1916年4月、シナ中東軍司令部付けとなり、パプチャプ事件に参加した。同年8月、不評第12連隊長に転じ、1918年7月、陸軍少将に進級し、退名となる。 1919年1月、予備役に編入された。1920年10月から1922年8月まで召集され、ウラジオ派県軍司令部職宅として、シベリア出兵に出動した。その後、1925年5月まで、南満州鉄道職宅として、ハルビン撮面講師理事を務めた。また、 1925年10月から1927年9月まで山口県萩町長に在任した。ありがとうございます。